西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今日がその第30回目となりました。この番組はフリージャーナリストの私西谷文和が毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です。では今日もですね、リスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います。富山市の高井さんからですね、お手紙や新聞を送付していただきありがとうございました。わずかばかりしか寄付できませんが、皆様の活動に少しでもお役に立てれば幸いです。ここ数年原発のひどさを改めて考えるようになり、小出弘明さんの話などを YouTube で見聞きするうちに路上のラジオにたどり着きました。過去の動画もチェックして見ております。楽しむと同時に特に現政府に対して激しい怒りを覚えます。早急に退陣するよう切に願うとともに、私でもできることをしていきたいと思います。西谷さんはじめスタッフの皆様や関係方々のご活躍を記念しております。こういうありがたいお便り、高井さん本当にありがとうございます。前回はですね、小出弘明さんのロングインタビューを長野県松本市からお送りしました。小出さんの話をどんどん拡散してほしいなというふうに思っております。さて、今日の路上のラジオはですね、スタジオに元大阪市長の平松邦夫さんをお迎えします。平松さんはかつて毎日放送のアナウンサーであり、2007年戦後初の行政出身ではない民間人として大阪市長に当選、以来2011年のダブル選挙で橋本徹氏と一騎打ちとなり、その座を明け渡すまで行政の場で活躍を続けられておりました。平松さんたちはですね、大阪都構想や大阪維新の会について一貫して異議を申し立てておられます。大阪にはこの先コロナ禍の中、都構想やカジノ、万博など大きな課題が山積みされております。今日はそんな平松邦夫さんからですね、行政、メディア、市民生活などじっくりとお話を伺いたいと思います。それでは路上のラジオレイディオンザストリート、これからの1時間どうぞごゆっくりお付き合いください。西谷文和路上のラジオレイディオンザストリート。さて、路上のラジオレイディオンザストリート、今回のゲストは元大阪市長の平松邦夫さんです。平松さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマは、大阪都構想は毒まんじゅう、食べたら危険、元大阪市長が維新政治の嘘を暴くと題してお送りしたいのですけれども、はい、平松さん、大阪都構想って一体どんな構想なんでしょうか。毒まんじゅうです。毒まんじゅうですか。食べたら食当たりしますか。あの、ね、はい、いわゆる都構想とにもならないというのは2015年の住民投票、5年前に住民投票やりましたよね、一回、はい、で、あの時にわずか17,41票差で反対票が上回ったんです、はい、もう僕テレビの前でバンザーしてましたよ。あの時やったーって投票率が66ぐらいで、はい、あ、そんな高かったんですか。つまり大阪市民の3分の1が賛成、はい、3分の1が反対、3分の1が棄権と、はい、これね、平松さんね、でもね、はい、66% って近年にない高い。いや、すごいですね。普通4割ぐらいでしょ、はい、あの普通の選挙だったらね、はい。でその後の今度はあの首長選挙で維新が2人とも通ってしまって、はい、そうやったですか。で、市会議員、府議会議員もかなり維新の数が増えたということから、はいはい、本当はもう住民投票に欠けてるわけですから。そうですよ、欠けてるわけですから、はい、あの二度とないやろうと。で、当然その、はい、反対票が上回った後の橋本さんの記者会見、はい、これで橋本さんは政界を引退するきっかけになったわけですけど。そうでしたね、もう、はい、僕の政治生命は終わりやとか言ってで、はい、あの時ももう一回きりや言うてたんが、そうや、勝つまでじゃんけんというのをこういうことを言うんです。最後、これがラストチャンスです言うてたわ。言うてました、言うてました。よーけお金かけて宣伝車作って
我々はもうみんなで、どっかコンビニにコピー機あるやろ言うて、うん、そこでコピーしたのをチラシを配ったりとかですね、はい、そういう人たちが山ほどいたんですよ、ね、そうでしたね。ちょっと振り返りますと、この住民投票というのは、うん、公職選挙法が適用されないので、はい、コマーシャルし放題やったんですね。順位ですから、はい、ある程度縛りはあったにしても、はい、公職選挙法のように非常に厳しい、はい、縛りというのはなかったんです。そうですよね、香典配ったらあかんとかメロン配ったらあかんとかね。それはあかんでしょ。それはあかんですね。どっちにしても それはあかんけど、ね、お金は、はい、お金はある意味その持ってる人は使い放題で使えたのは事実でしょう、うん、例えば100万枚ビラ作ったからこれ巻いてっていうのはありやったわけじゃないですか、はい、一説には橋本さんらは4億円かけてコマーシャルしたとかいう話も聞きますけど、ですね、これ本当かどうか私知りませんので、はい、でもバンバンコマーシャル流れてましたもんね、うん、これ大阪の方だと覚えてあると思う。バンバンやってたんですよ。それと見たくもないコマーシャルがネットなんかにボンボン出てくるっていうのもありましたね。あ、そっか。でそんな中でよく反対票が上回ったなと。そうですよ。すごいの。思うんですが、反対は手弁当でやってはったわけ。はい。賛成はもう莫大なお金突っ込んでやってたわけやね。でその後5年経ってるわけですよ。で5年経って5年経ったんや。何があったかというと、はい、松井さんが知事、そして吉村さんが市長、はい、それを今度はスワップしてですね、そうでしたね、吉村さんが知事で、松井さんが市長という形の選挙、なおかつその選挙で府議会議員、はい、市会議員 その統一地方選と、ダブルでやりましたので、そうでした、はい、圧倒的に維新が勝ってしまったんですね、もう去年の4月。これね、本来、例えば松井知事が知事を辞めてまだ知事に出たら残り任期しかないわけやね、はい、だから3年やっててももう1回出ても1年しかないのに、はい、これスワップしてるからまた4年やね、4年、はい、きちんとお墨付きがもらえたと。これずるないですか。これいやもうずるいとか普通は考えないことを考えはる人たちですよね、はい、これね、法律に詳しい方に聞きますとね、要は現職が有利やと、うん、だからその知事がもう一回知事になりたいときは相手側が準備整ってへんときに突然辞めて、うん、私まだ知事出ますって言ったらなんぼでも4年4年で伸びるから、だから途中で辞めたら任期は4年ということになっているのに、ね、これ法律想定してないよね。そうですね、お互いが交代して出たら、はい、まさかこんなことを想定してへんから、本来なら松井知事も吉村、ごめんなさい、今は松井市長か、吉村知事もほんまは任期終わってますやんか、はい、ほんまやったら、はい、まだあとまだ3年もあるやん、彼ら。いや、でも知事と市長は違いますから、あの人たちにとっては一体なんですけど、はい、市民から見ても、府民から見ても違うもんですからね。これいやだからずるいんちゃうかなと思うんですけど、このやり方がね、ずるいっていうことを言い始めたら、はい、今日本でずるいことをやってる人どんだけおりまんねんっていう世界じゃないですか。中抜きしてはる人とかね、はい、いっぱいありますもんね、はい、アンリよろしく言って金配ってる人もやるし、嘘ついても平気やし、はい、そうだね、嘘をつけばつくほど自分、はい、ひょっとしたら、うん、自分でこれはほんまやと、はい、信じ込んでしまうような、はい、安倍さんとかですね、はい、どう考えてもそれは嘘やろみたいなことを平気で言い張ることが、うん、何のメディアの批判も受けない、そうなんですよ、垂れ流してしまう、はい、今日こう言いましたっていうのだけがニュースになって、はいはい、ところが前にはこう言ってましたっていうのは出てこないんじゃないですか、はい、やっぱり言うてる本人が言ってる間にほんまに思ってしまうんやろか。人間って弱いもんじゃないですか、はい、過去の記憶っていうのが、はい、いつの間にやら自分で作り上げた話やのに、はい、本当のことのように自分が信じてしまうみたいな弱いとこないですか、うん、安倍さんなんか責任を痛感してますとか、ね、真摯に取り組みたいとか言うて、あの人何遍痛感すんねん。いやほんまね、はい、橋本徹さんはね、はい、自分の書いた本の中で真っ当勝負という本があって、ありましたね、そこに嘘をつけないやつは政治家と弁護士になれないよって書いてあるんですよ、うん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 、嘘つきは政治家の始まりなのって書いてあるんです、はい、タレント時代に。ところがついこの間出た本でも、はい、政権奪取論でしたから、はい、細かく文言覚えてないんですが、その本の中にそういうその嘘を平気で言えるというようなの
一番の政治家は安倍さんやって褒めたたえたはるという。僕でもその安倍さんは橋本さんのやり方真似て学んだんちゃうかなと思うんですよ。いやだからそれはね、俺橋本人のなんとか委員会とかでよう共演したかったから。それは橋本さんの奥ゆかしいところで、そうか、まず安倍さんを褒めたたえると。師匠は橋本さんのような気がするんやけどはい、それを通用させてしまったのはやはり私は大きく日本のメディア、はい、でなおかつメディアを徹底的に叩いた彼の手法、はいはい、個人名を挙げ、ね、あるいは社名を挙げ、はい、そしてそれこそメディアといっても営業があるわけじゃないですか、はいはい、そういったところにこう締め付けが来るような言い方をされる。 ですから逆にこういうフリーラジオですね、はい、路上のラジオ的なフリーな言論空間というものがどんどん少なくなっているというのが日本のメディア。いや本当にね、はい、その通りだと思うんですけどね、今思い出しました、都構想の説明会の時ね、はい、橋本徹当時市長はね、もう毎日新聞は読んでる方やめてくださいみたいなこと言うんですよ毎日放送に釈迦があるんかとかね、なんかもう、ま、毎日系をなんか目の敵にしてましたね平松さん毎日系ですけどもあんなことをそうやけど普通は今まで言わへんでしょ政治家は、うん、だからそれが成功してしまったことが、はい、今、西谷さんが言ったように安倍さんが真似をしてる、はい、っていう部分ではないかなと、うん、まあ、ひいてはトランプさんみたいなね、はい、やり方がもう世界中に広がっちゃったという。ですからその新自由主義とか言われるもの、はい、その、うん、金融資本主義ですかね、はいはい、お金さえ儲ければ今だけ金だけ、はい、自分だけじゃですね。そうなんです、はいはい、その3つが最高の命題であると、はい、それに向かって動くことが正しいんだっていう言説を、うん、今世界中に広まりつつあるわけです。そのためには嘘ついてもええんやと、はい、そういうことですね。だからそこを変えるには、はい、ものすごい時間かかると思います。そうですね。なぜなら高度経済成長時代我々経験して、はい、その時からどんどんその金融資本主義、うん、ものづくりと言われているものは海外に出して農業なんかももう切り捨てて、はい、安い賃金で雇えたら、うん、安いように物が作れるやないか。で中国の人、ベトナムの人、バングラデシュの人にもう安い、ね、賃金で。そこで広がったものはその社会の格差、はい、本当に一握りの人しか富を、はい、得られない。なおかつ日本ではそれプラス法人税の減税みたいなことまで、はい、やってるわけですから、うん、あんたら好きなように金儲けてやと。そのあんたらというのが本当に一握りの人たちであるという形になって、うん、はいはい、もう長い年月経ってますでしょ。安倍さんが最初に首相など言われたのは日本は一番企業 の, か活躍できる国にしたい言われたもんね。はいね。その企業っていうのは大企業、どこを指してるか。中小企業じゃない。だから今回、うん、コロナがね、はい、新型コロナウイルスがここまでの広がりを見せる中で、うん、で未だに大阪では、はい、11月の住民投票をやるんだと。これでもね、第2波が来るかもしれませんやんか。もう来てるっていう話もありますし ね、それにね、もう大阪って中小企業の街でしょ、はい、でサラリーマンだって苦しい生活して母子家庭も父子家庭もいっぱいいて、それどころやないというのが本音ちゃいますの。はい、そう思います。で彼ら維新の人たちが言うのが二重行政の解消って言いますやん、はいはい、で二重行政の解消ってもう10年近くも維新の首長2人がね、同じこと言ってますね、知事と市長をやってて、うんうん、あんたらまだよう解消せんのかいなっていうのが、はいはい、それほどないんですよ結局、うん、で元々二重行政っていうのは、はい、府があり県があり、はい、府県があって市町村がある。そうですね。で国がある、はい、もう多層構造になってるわけじゃないですか。もともとそうですよね。もともとそうじゃないですか、はい、だからあって当たり前のこと、うん、あって不思議でないことをさも例えば住吉市民病院もう廃院になって跡地がもう整地されつつあるんですけど、はい、でこの住吉市民病院を大阪府にもこういう病院ある、はい、市にもある、しかも近いところにあるのが、はい、2つあるのは無駄や二重行政や、うん、言うてる言うて無理やり市民病院を廃止しましたね。廃止したけど
じゃあ実際に住吉市民病院が果たしていた役割というものを、急性期、府立の急性期のところでやれてるかどうかというのは、検証したメディアを知りません。で、関係者によるときちっとはやれていないし、本当に社会的弱者の小児周産期、そういったものを、きちっと守ってきた大阪市の歴史と伝統というものを、単に二重行政という言葉でなくされてしまったっていうのは現実なんですよね。で、今回コロナでしょ、だからその病院建てなあかんぐらいの時に病院潰してる自治体でないんちゃいます、大阪ぐらいしか。二重行政らしいですよ。二重行政言うてもね、そんないるもんやったら30も40もいりますやん、いらんもんは20はいらんけど、病院なんて3つも4つもいりますよ、今特に。だからセーフティーネットっていうものは、きめが細かくていくつもある方がいいわけじゃないですか。おっしゃる通りだと思います。逆にだって安心じゃないですか、その方が、かといって無駄ばっかりそこで生じているようなら、きちんとした検証をしないといけないけど、そういう中で大阪市を廃止してしまおうという、住民投票がいよいよ11月に行われようとしています。去年の12月に、この特別区設置協定書案というのが出てまいりました。で、人たちによると、バージョンアップした、今総務省に送られてます。その案を見てみると、大阪市を北区、それから、天王寺区と、あとは淀川区、中央区、この4つに分けるというのを、出してるんですよね。これね、素人、私なんか素人やから、その大阪市があった方がいいのかな、でも4つになってもそんな大して変わらへんのかなとか思いがちなんですけど、4つに分けることは4つの市役所をまた新たに建てなあかんってことですか。そうなんです。おっしゃる通り、特別区っていうのは、地方公共団体なんですよ。市町村と同格、同格より低いと我々は言ってるんですけどね、親玉風なるから、東京都の23区と一緒ですね、東京都の23区の場合は、23区選出の人口比でいうと、東京都全体の7割が東京都の、都の部分から出てくる議会の議員なんですよ。 70% 7割23区やと、大阪市府の場合はどうなんですか。大阪府は3割しかないんですよ、大阪市はね、大阪府に、の中における大阪市、それはそうですわ。東京と比べて大阪の場合は堺市とか東大阪市とか豊中市とか枚方市とか大きい市がいっぱいありますやん、で、今の状況を言いますとね、この11月の住民投票に向けて一番、びっくりして転げ落ちそうになったっていうのが、公明党が賛成、公明党って反対してはったんちゃいますもん、ちょっと前まで総合区や言うてはって、なんで賛成に回りはったんやろ。自分たちが提案した4つの条件を飲んだから、これはいい都構想案だと、堂々と。えらいまたコロコロ変わりはるんやけど、前から変わりはるんですけど、交換言われてるのは、なんか大阪3区とか公明党の出てるところに維新が出すぞって脅かされたからちゃいますの、それはもう有名な話です、有名な話ね、小選挙区のところに。なおかつ裏取引まであったみたいなのが出たりしてました。裏取引暴露されてましたよね、ですから11月住民投票に、これね、6月の21日なんですが、公明党大阪本部で、代表の大阪3区選出佐藤さんという方がですね、都構想賛成多数を目指すという、今から1ヶ月前に演説を、大阪3区で当選されてる公明党の方が今の維新の勢いが出されたら困っちゃうので、でこれなんで変わったかっていうと、選挙ですね、去年の4月、クロス選挙 で地方議会の統一地方選、この維新が圧勝しましたよね。選挙で圧勝したことを、公明党は民意だという理由にしたわけです。民意は大阪都構想に賛成であるというふうに言い訳してあるんですが、じゃあ大阪市長選挙、松井さんが当選した市長選挙で、どれだけ我々は大阪市を潰すためにこの選挙に打って出ましたみたいなことを言い張ったか、都構想実現のためにほんのちっちゃく書いてあるだけで、どこに民意やと、
いう部分が、もうまた脅されるのが嫌だからと、はい、でね、淀川北中央天王寺の4特別区に変わるんですが、はい、4つに変わると、はい、そのさっき言ってたその公明党が法廷協での議論で、はい、この協定書案にはですね、これまで主張してきた住民サービスの維持一つね、はい、住民サービスの維持、はい、それから制度移行のコスト抑制、はい、それから今の区役所機能の維持、はい、で全特別区への児童相談所の設置という4つなんですよ、はいはい、この4つが協定書案に盛り込まれたから、はい、我々は賛成に回る言い張ったんです。ははははじゃあね、うん、これ細かく見てみてね、はい、住民サービスの維持に努めますと書いてある、はい、としたら、はい、努めるんであって努力目標じゃないですか、うん、だからあれで住民サービスが低下するやろうみたいな感じしますよね、はい、これね、これだけ聞くと低下するんです、低下するんですね、やっぱり間違いなく、はい、だって入ってくるお金のうち、うん、多くが大阪府にまず召し上げられるわけですよ、うん、それにあれですよね、はい、24区の区があるのに4つになったら、それは住民サービスは普通は低下しますよね、普通はね、はい、っていうか細かいニーズをどれだけつかめるか、うん、はい、でニアイズベターにしたって、つまり、うん、今の270万人を1人で見るのは大変だから、はい、うん、4つに割ったら4人の首長で見られるいうんですが、うん、はい、うん、例えば、70万人をあんた一人で全部見られるかって、はいはい、こんなもん、うん、私師匠やってましたけど見られるわけないんです、はい、だからこういうねごまかしを平気で言える人たちであり、はいはい、なおかつ住民サービスの維持に努めるという言葉に公明党さんがちょっと引っかかって、はい、維持に努めるじゃなく維持すると書けと、はいはい、で、うん、維持するって書いたってね、うん、これ4つに分かれてしまった後は、はい、そこで選ばれた特別区長という、まあ、うん、市町村長に等しい人が住民サービスをどうするかは自分とこの財源を見て財政を見て決めるわけじゃないですか、はい、いや維持するっていうのはどこにも縛りがない、そうですね、どう考えても、いわゆる選挙公約みたいな感じですよね、はい、公約7つのゼロ言うて小池さん1つしかゼロしてへんかったもんね、はい、維持できへんかった人間は、はい、全てクビかっていうとそんなことありえないわけじゃないですか、うん、日本の政治上で、もう一つね、制度移行のコスト抑制ってありますよね、はいはい、これさっき西谷さんが言った特別区が4つできたら、はい、それぞれに区役所っていうか議会もいる、はい、議会もそれいりますよね、教育委員会もいりますよね、はい、で、はい、その議会等をどこへ建てんねん、はい、区役所をどこへ建てんねんということで、うんうん、これでものすごいお金かかるわけですよ、初期コストがでしょうね、でそれを公明党さんがですねかかりすぎや言うて、はい、何をやったかってこのね笑い話なんですよ、はい、何したんですか、合同庁舎、合同庁舎4つに割るのに合同庁舎つまりね中之島の本庁が一番大きいじゃないですか、今中之島に市役所ありますよね、はいはい、で例えば淀川区っていうのは淀川から北の区からですね、西淀川とか東淀川、はい、淀川区ね、はい、対象区も入るんですか、はい、職員の878人が、うん、はい、中之島の本庁に淀川特別区職員として詰める、はい、いいですか、はいはい、それから天王寺区、天王寺区、はい、天王寺区は583人を曲がりさす、中之島に、中之島に、それはだばけんでよろしいやんか確かに、うん、初期投資、うん、初期コスト、うん、特別区庁舎を建てるというコストは削減したから、はい、我々がやったんだというのは公明党の言い方なんですが、なるほど、こんなもんね、特別区になるとしますやん、はい、これ住民投票通って、はい、特別区になって、うん、その自治体として区長ができて、はい、自分とこの職員なんで中之島におんねん、そうですね、そうですね、誰でも思いますやん、ね、ほんでこれ災害がありね、はい、コロナがあり、うん、そうですよ、でそういった時にその要因は、うん、なんで中之島におんねん、だってこの前あの大阪で地震があったりね、はい、北部地震ね、台風被害があったりしたじゃないですか、うん、で市民がその天王寺区に駆けつけても、
職員は中之島にあるわけや。本当にね、はい、あのバカげた案というの合同庁舎、そんなんやったら笑んでよろしいやんかという話やん。職員が自分とこの空ではなく、はい、他の空に常駐するわけじゃないですか、うん、ということはここ吹田市じゃないですか、はい、ここは今、はい、吹田市、はい、吹田市の職員な、ちょっとな、はい、悪いけどな、4年ほどな、はい、あ200人ほど、はい、豊中市に行っといて、はい、って言って庁舎ないから言うてこんなもんね。いやそれ吹田市民怒りますわ。今回ねコロナでね僕失業してちょっと相談行ってもあんた豊中駅言われたら怒りますね。こんなね、はい、その自治体の手をなさない、うん、はい、ことが、ようできた案やというのが公明党なんですよ。えらい変わりようやなそれ、はい、住民自治であるとか、うんうん、住んでいる人の幸せであるとか、はい、健康であるとか、うん、あらゆるその災害に対応できるかどうか、うん、でこんな合同庁舎っていうようなものが、うんうん、日本の自治体の中で、はい、他の自治体に間借りするというものがあるのかっていうのが、はい、委員会か議会かで聞かれたことがあるらしいんですよ、はい、どんな答えが出たと思います？離島にございます言ったらしい離島にこれはね、はい、さすがに委員会の中でも失笑が漏れたということなんですが、まあ、ことほどさように、まあ、公明党がねどれだけの力あるのか、うん、なおかつ一緒にやろうと思ってた人たちもいっぱいいる中で、はい、今回賛成に回って、うん、都構想賛成多数を目指すみたいなものを党本部で言うわけじゃないですか、ね、でそんな中で私たちは5年前の住民投票で、はい、いろんな市民グループと接点ができたんです。あ、はいはい、で市民グループって言っても、うん、強い組織から、うん、うん、今日行こうかみたいなね、はいはいはい、ゆるい、まあはい、だいたい柔らかなところ多いでしょ、はい、個人の集まりとか、はい、でそういう人たちとのネットワークができたんで、はい、今回、まあ、カジノ問題に反対している人たちもいますし、はい、大阪市民交流会というのを立ち上げまして、はい、大阪市民交流会ですね、はいはい、で、まあ、気持ちとしては大阪市を守れ、はい、でなおかつ嘘は許すなというものを言い続けていこうということで、大事なことですね。で、まあ、私もメンバーでした大阪を知り考える市民の会とか、はいはい、私がやってる公共政策ラボ、はい、ストップカジノ大阪、ストップカジノ大阪、どないする大阪の未来ネット、はい、AM ネット、アンチ維新ネット、うん、緑の党大阪本部、24区市民連絡会仮称です、はい、あと皆さん大阪の人たちも、はい、一緒になって、これ今まではゆるーくみんなでつながってたけど、事務所を開いて、はい、でそこへボランティアの方たちに詰めてもらって、うん、大阪都構想も完全粉砕に向けて動こうと、はい、で一応そこ の、まあ、代表で私、はい、で中野正史さんという共同代表で、動こうという形になって、分かりました。その大きな組織団体になると、はい、組織決定を待つまでは動けませんとか、うん、はいはい、それから一体誰がとかいう人繰りやとか大変になります、はいはい、ですから逆にゆるいからこそできるものがあるやつ、はい、そうこうしてるとですね、こういうその、はい、大阪市民交流会という、うん、なんやねんそれみたいなところ、うん、おいこの車使うか言うて、はははは、宣伝カーをお借りできたり、なるほど、ボランティア来たりとかね、はいはい、もうその宣伝カーは手配ついて、あ、そうですか、ちょっと駐車場のお金ないな、誰か寄付してくれへんかな、うん、みたいなことも始めてますから、はい、ぜひこの動きに注目していただきたいと思うし、でその動きが表に出ると今まで66% 投票に行った前回の住民投票で 33% が反対票を入れた、はい、ところが、去年4月の統一選、首長選ではそこまで投票率いってないわけです、ね、5割いかんかったんちゃいました、はい、うん、ですからその人たちを、うん、もうええわと思ってる人たちを、はい、いやできることあるんですよ、諦めずにできることあるんですよと、はい、こんな嘘がまかり通るような、なるほど、うん、はい、世の中を許さないためにももう一踏ん張りしてくださいというある程度年を召された方、
それからあんたらの未来、そうですよね、あんたらの未来、この人たちで20代30代の若者たちね、どないなりゃ分からんもんについていきまっかっていうことを、はい、感じてくれる若い人たち、そういう人たちに入ってきてほしいんですよね。西谷文和路上のラジオ、レイディオオンザストリート。ちょっと あの前半で血圧上がってしまいました。そうですか。ちょっとね、私分かりにくかったので、お聞きしたいんですが、はい、今大阪市がありますよね、はい、ということは固定資産税とかその大阪市にある会社の法人市民税は大阪市に入りますよね。もちろん、はい、これが大阪市がなくなって特別区になると資産税とかは大阪府が全部固定資産税、法人市民税など4税か5税ありましたが、はい、それをまず全部持ってきはるんです。大阪府が持って行って持ってって、あそうか、あんたらいるんか言って分けてくれはるわけ。天皇寺区にこんだけとか北区にこんだけで分けはる、はい、でもね、僕ね、素人的に考えると一回持ってあげられたらそれカジノとか万博に使われてしまうんちゃいますの？恐れは十分にありますね。お金は、はい、みんな一緒ですから色ついてへんから、はい、だから電通に、投げられるのと一緒でカジノ業者にベーン投げられたら、はい、それこそ今ある大阪市 の保育システムとか老人福祉とかそんなん削られていってね、はい、で夢島に作るでしょ、カジノとか万博、はい、そこまだ地下鉄通ってませんやんか。それのお金いりますやんか。で彼らはもうカジノしとうて万博しとうてたまらんわけでしょ。彼ら中のは吉村知事と松井市長は。まずそっち使われたら保育園とか幼稚園とかの予算なくなりますよ。これカジノに関して言うと、はい、夢島に作るにあたって万博と IR、うん、カジノを含む IR を作るにあたって IR 業者から200億円を、はい、地下鉄の延伸費用としてもらうと。そうです、カジノ業者は気前から払いをね言うてまた、はい、最初は気前いうのはコロナが、そうです、新型コロナがここまで広がる前の、コロナ前の話ですよね。その時に、日本に一番前のめりやったアデルソンという、ラスベガスサンズの会長は日本進出を諦めました。はい、これは東京横浜とかも含めて、はい、日本進出は諦めたって。だってコロナでね、もうカジノ業界大赤字ですよ今、はいはい、だってラスベガスは6月の頭まで全部閉鎖やったでしょ。でね、ラスベガスサンズで言うとね、最初大阪に来ますって言うて、はい、松井さんと一緒に握手してたのに、横浜の林市長が横浜でやりますって言ったら大阪降ってすぐ横浜行ったようなとこですって。それはもう松井さんもよう嘘つくけどラスベガスサンズも嘘つきの親玉みたいなとこやん。こんなとこ絶対信用できへんわ。でそういうそのカジノ業者を当てにした万博会場の建設、はい、それとか世界の航空需要とか、はい、移動している人の数とか見ても一体いつになったら元に戻るか分かれへんのに、今まだ埋め立て最中のあの夢島に巨額のお金を投じて埋め立てて、はい、鉄道を敷いて、はい、半年間で2800万人来るという想定目標もそのままにやるんかいっていう。僕ね、僕ドバイに何回も行くんですよ、はい、でドバイが万博でしょ、今年万博の予定やったでしょ、はい、でカタールも行くんです、ドーハにも、はい、ドーハは再来年にワールドカップなんですよ、はいはいはい、で行くじゃないですか。経済めちゃめちゃ好景気で、はい、もうあちこちいっぱいビルは建つし、ええ、で国民一人当たりの所得もねガーンと大きいんですよ、石油出るから。でそんなとこでもうコロナでこれあかんなと。これ大阪はね、うん、ドバイやカタールに比べてもね非常に経済が落ち込んでるし高齢化してるし石油は出ないし、これもうコロナやし、これ無謀ちゃいますかね、このままやっていくっていうのは。まずオリンピックも来年どうなるか分かりませんよね。はい、そうですね、おそらく中止しちゃうかと言われてますけどね、はい、それから、うん、万博もどうなるか分かりませんよね。そうですよね。でカジノはほぼ撤退、はい、で大阪に残ってるのは MGM と、はい、
MGM グループとあとはどこやったかな、オリックスと組んでやるとか、はい、それだからそこだけでしょ、はい、でその MGM も赤字ですよ今MGM 大変ですよ、はいはい、ですからそんな状況で200億円地下鉄出してくるかっていう話ですよね。これは出すのは多分もう出す話はない、出す話ないでしょうね。ということはそれをするためにまた大阪市民の税金が使われる、うん、でなおかつそれにね、あのカジノってあのみんな集まるじゃないですか、はい、コロナでできへんでしょ、今だからオンラインカジノにかあの方向が変わってるのでましてやできないと思います僕、はい、これね気をつけていただきたいのは、はい、オンラインカジノへこう誘導しようという動きが、はいはい、もう世界中で広まってます。で依存症が増えてるんでしょうね、はい、今、はい、ですからそれに引っかかると後でとんでもないことになりますから、うんうんうん、ぜひネットをやってらっしゃる方で、はい、あおもろそうやなって思うのに十分に検討していただきたいと、はい、そうですね、いくら博打好きでもね、いやいやもう本当にそういうふうに思いますよ、ね、で例えばパチンコもあの遊戯やと言いながら、いやもう現実は、もう家族崩壊してますやんか、はい、現実はそういう状況がある中で、はい、今やあのなんていうんですか、賭博依存症っていうんですか、ギャンブル依存症、はいはい、ギャンブル依存症の数はあの世界各国の中で比率から言うと日本はかなり多い。いやこんだけパチンコやったらね、はい、それは染まってしまう。コロナでパチンコさんが閉めた時に、はい、みんな行ったじゃないですか空いてるとこ、はい、やっぱりそんだけ依存症やはることでしょ、はい、で、はい、その人たちは俺は依存症やはっきり言うとあるという、はい、僕ねあの聞いてインタビューでねあっと思ったのは閉めてくれ言うんですよ行った人が空いてたら来てまうから早閉めてくれ言うて言ってはんねんそこまでやっぱ依存症の人は空いてたら行ってしまうんですよね。カジノで儲けるのは、はい、あのカジノ業者なんです。そうですよ、だって賭博は堂本しか儲かりませんって、はい、で、なおかつあの大阪市営交通地下鉄が、はい、大阪メトロって民営化になりました、ね、はい、民営化になりましたね。でびっくりしたのが、はい、あの絵を出したんですね、あの夢島駅、夢島の駅でしょ、高さ、250m か 300m か WTC ビルより高いじゃないですか、はい、でなおかつそこへホテルも入れて、はい、いうような絵を描いて、うん、こんだけ金あんねやったら、はい、早う地下鉄全部転落防止策つけたらええのにとかね、ですよね、安全輸送対策やれええのにと思いますやん普通。でそれってあのインバウンドが来なくなる前の話でしょ、はい、前の話で今はガラガラですよ南もこれ、ね、黒門市場も7月のだからこの収録時点で確か今日やったか昨日やったか見たニュースで見直すと、はい、あの計画を、はい、それは見直さなあかんわ。見直す言うても、はい、あの人らのやってることやから、はい、高さを50メーター削りましたとかですね相変わらず夢物語を追いかけ続けないと生きていけない、これ負の遺産になるんちゃいます。いやもう間違いなくそうなるでしょ、ね、はい、はい、で万博が来るかどうかもわからない、はい、一応大阪に決まってますが、大阪決まってますね、2025年という説は、はい、工事も遅れてますでしょうし、はい、なおかつあそこを埋め立てるために本来なら市民から出るゴミを埋めてたはずが、はい、土工って埋めてますからね。そうですね、臨時予算で、あの私あの現地見に行ったんですけど、はい、あの土工ってね、せっせと埋め立ててるんですけど、はい、メタンガスがポコ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 出ますね。もうあの水なんか黒い水が流れてましたわ。だから、はい、そういう状況をどうして経済界もね、はい、ほったらかしにしてるんやと、うん、だ経済界というのは、まあ、安倍さん好みの、はい、大企業ばかりであれば、うん、あのそれも仕方がないかなと思うんですけど、やっぱりここでもあの前半に言いましたマスコミはい、がだらしなさすぎる。あのマスコミも僕グルやと思うんですよ。というのは万博とカジノでマスコミに CM で儲かるじゃないですか。ピンポンです ね、 ね、だからもうだらしないというより もう通り越してしもて、もうその維新側に立ってはるから、だから毎日毎日吉村さんがテレビに出てきて、あの小池さんだってオリンピックやる言うて、だから小池さんばっかりずっと出てましたよ。その仕組みに僕ら気がつかなあかんのちゃいますか。そう思います。
でね、やっぱり嘘の話も前回前半嘘の話もしましたけど、はい、ぜひお願いしたいのは、ネット環境がある方は毒まんじゅう、はい、平松っていうキーワードで検索していただくと、わかりました、毒まんじゅうで、はい、ちょっと空白を開けて平松、はい、平に松で打てば出てきますね、はい、そこで YouTube チャンネルをやってまして、はい、22番と23番、はい、これを見ていただきたいんです、はい、ゲストに大阪市をよくする会の中山直和さん、はい、に出てきていただいてお互いにこう話をしたんですが、はい、やっぱり維新がつき続けている嘘の実態、はい、これをいっぱい暴いていただきました。で、普段私の口からは言えないような、しょっちゅう私の名前も出されてるわけですよ。あ、維新の方がですか、はい、松井さんなんかは本会議とか、うん、はい、これは、吉村さんも市長時代に本会議場で、はい、平松さんは万博に反対してたと、はあはあ、で僕それ見た時に、はい、俺反対した覚えないねんけどなって言って調べたらどこにもないんですよ、はい、で、私が言ったのは夢島で開催するには反対やと、あ、なるほど、いうふうにははっきり言いましたけどね、はい、うん、もう一つはですね、松井さんが今回の新型コロナウイルスが対応が大阪がうまくいってるのは、はい、言ってるとは思いませんよ、言ってるとは思いませんよ、言ってるとは思わへんけど、昨日黄色信号出てますしね、はい、はい、うまくいってるのは府市協調のおかげで、はい、新型インフルエンザが起きた当時の平松橋本の間は齟齬、うん、があって、はい、意見の対立があったみたいなことを言うんですわ。それでも裏付けも何もなくやるわけね。で、この内容について、うん、はっきりとデータを出して、うん、その毒まんじゅうで喋ってますし、うん、はい、もう一個ね、維新の街頭演説なんか聞いてると、はい、地下鉄のトイレきれいになったでしょう、はいはい、民営化がされたおかげで、うん、地下鉄のトイレはこれだけきれいになりました言うとあるらしいんですよ、はい、予算作った私です。そうですね、平松さんの時代に、僕の時代にやってましたよ。で、地下鉄民営化っていうのは最近のことじゃないですか、うん、そうですね、だから時期が違う、はい、うん、なるほど、それを平気で言うんです、うん、で、もう一個自民党の府議団が今回の、はい、うん、住民投票に対して、はい、賛成する意だそうでしたね。自民党の大阪府の方は賛成で大阪市の方は反対、うん、ねじれましたね自民党の中で。これね、はい、なんで思われます？大阪府からすれば儲かるけど大阪市は切り捨てられるから、だから府から出てる議員さんは賛成、市から出てる議員さん反対、こういうことですかね。ある維新の府議会議員、はい、これは確か、北摂出身の選挙区やったと思うんですけど、はいはい、これはその我々 の、 場所にとっては大阪市の税金が、はい、回ってくる、吸い上げられて回ってくるから、そんなね、さもしいと思いませんか。さもしいと思いますよ。さもしいでしょ。だって大阪市民の方が払った税金をそのね、やっぱ大阪市民の方にどうやって分配するかって考えないと、ね、それとね、歴史的に考えた時に、うん、大阪市が発展して大都市になって、はい、どんどん大きくなって力をつけたから、うん、その周りに住む人も増えてきたわけじゃないですか。吹田市なんかそうですよ、千里山の都市開発ベッドタウンとか、はいはい、そうです、言われて、で、そういった歴史的背景であるとか、その真ん中が光ってて輝いてるから、うん、その周りに光が及ぶんだという考え方ができないんですよ。そういう人たちが増えてしまったんですね。だいたいカジノでね、その外国人を寄せ集めてきてそこでお金を落としてもうて儲けようという考え方自体がさもしいでしょう。ところがカジノ業者の思惑は、うん、収益の8割は日本人、あ、そういうふうに、はい、組んでましたからね。韓国もそうみたいですね、はいはい、ですから、入場料はいくらか知りませんよ、うん、6000円やったか8000円やったか、はい、日本人からは入場料を取る言うてますけど、はい、その取っても行きたい人は行って、うん、要求可能を使ってしまう仕組みになってるんです、
そのカジノも本当にね、僕も個人的に反対やし、こんなに絶対したらあかんなと思うんですけど、先ほどその万博は、松井さんが平松さんは反対してたと言ってるけど、もう今コロナでこんな時にもう夢島であっても反対した方がええんちゃいます、うん、もうカジノはもちろん、カジノも万博も、はい、それ以上に住民投票、はい、やってる場合かと。そう、税金ですよ住民投票も、はい、30億以上かかるでしょう。こんなことやってるんやったら、はい、ちょっと先延ばさしてと。そうですよ、ね、普通は言って当たり前ですよ。だって不要不急じゃないですか、うん、だってこの住民投票は。住民説明会できへんかったんですよ。あ、そうか、前回と違いますね、うん、まずね、住民説明会を4つの新しい特別区でやる言うてたんですが、はい、これができなくなるコロナでね。あ、そうか、広がってきて今ようやく気がつきました。なんでこんな盛り上がらへんのかというと、前回と違いますわ、もう条件が。でなおかつ、はい、コロナが広がってきたから、数を絞って、あの中央公会堂で2回やる、はい、定員は75人。75人、大阪市200何十万円半分に、中央公会堂1000人入るんです。ああ、そこへ75人を読んで説明会やる言うてたの、はい、これも中止になりました、はい、もうしゃあないな言うて、住民説明会の代わりにビデオを、はあはあ、YouTube で流すと、はあ、はい、流すと、見てる人1000人もおらへんかったですよ。いや、それね、住民がわからんまま住民投票がしたらダメじゃないですか。だから本当はね、十分に議論しないと。だからその大都市法、うん、まあ、つまり、特別区を設置できる、分割して設置できるという法律の中に、ちゃんと説明するようにって書いてあるんですが、はいはい、別に説明した、これちゃんと YouTube 流したかな言うたら説明したことになるといういつものあの人たちのやり方が今回もされようとしている。でなおかつ、維新は国政政党になってますから、はい、政党交付金は潤沢にありますので。そうですよね、この政党交付金を使った宣伝体制、はい、これをバンバンやってくると思います。コマーシャルするんでしょうね。その一つ一つの嘘に、はい、皆さん騙されますかっていうのを気がついていただきたいし、もう一口でも食べれば死んでしまうっていうのが毒饅頭。毒饅頭。なおかつ、はい、大阪市民、はい、市民にとって何のメリットもありません、うん、これはっきりしてます。有権者の皆さんにやっぱり、今度も騙されないでちゃんと判断してもらうということですよね。それが必要ですね。あと3ヶ月、はい、ちょっと時間が短いですけど、ちょっと奮闘せなきゃいけませんね。ね、何ができるかなんですよ、はい、まあ、個人の力で、ね、限界ありますから、さっきも言いましたような市民交流会、はい、そこの輪が自然発生的にどんどん広がっていく中に、それこそ政党であるとか、はい、あるいは団体ですね、政治団体とか、はい、そういった方たちも一緒になって、そうですよね、こんな嘘がまかり通るような世の中変えるのは大阪からやと、うん、ああ、なるほどなるほど、はい、大阪人の良識で、はい、この嘘がまかり通る世の中変えましょうよ。いや、だってね、中小企業の人も青息吐息やしね、でシングルマザーの方も多いし、学校一斉休校で困ってる、ね、うん、方もいっぱいおられるから、こんなことしてる場合やないっていうのよくわかります。で最後にですね、もし平松さんが今大阪市長とすれば、こういうことをしたいってのありますか。もう住民投票もちろん、こんなに都構想は全くやらないで、これをやりたいみたいな、このコロナと災害があるし不況ですから、例えば普通の市長をやりたいです。普通の市長、はい、住んでいる人たちが安心して安全に暮らせて、はい、うん、なるほど、はい、一体天候不順はどういった形で襲ってくるかもしれない、うん、はい、あるいは南海トラフもいつ動いてもおかしくないという状況の中で、あらゆる知恵を絞った防災対策をやり、そしてここに住んでよかったなと心底思える、そういう街を作ることこそが私は自治体の役目を思うし、でそれをやるのに醍醐味を感じるような人に首長になってほしいと思いますね。
西谷文和、路上のラジオ、レイディオオンザストリート。はい、平間さん、都構想の問題や維新のその嘘政治ですね、はい、の問題よく分かりましたけど、この二重行政の解消という形でいろんなサービスが削られてきたわけですけど、一言最後にね、この維新政治の弊害について、まあ、具体的に例を挙げるとしたらどんなことがありましたか？他にもいっぱいあるんですが、はい、やはり言い切れんぐらいあるでしょうけど、はい、やはり新型コロナっていうものを受けて思い出すのは、はい、まず公営圏と管轄圏、公衆衛生研究所と環境科学研究所、これはみんな の感染症を防ぐための大事な組織ですよね。それもその関はじめさんの第7代大阪市長だった関はじめさんの頃から、その公害がどんどん出てくる、これはその市民がの命が危ないんちゃうかということで、いろいろこう研究しろよという形でつけてきた、はい、それをその公営圏管轄圏同じようなことやってんねんから一つでええやないかということでまとめてしまった橋本さんがね、はい、2つもいらん言うて、はい、まとめてしまった上で、うん、独立行政法人化してるんですよ。あ、そうか、直営じゃなくなったんや。こういうね、公衆衛生をめぐる研究所で独法化されてんのは日本で一つしかない。あ、そうなんですか。一つしかない、大阪だけですか。はい、というのはなぜかというと、それだけその個人情報であるとか非常にセンシティブな情報まで含めて公共がきちんとバックアップしないといけないよという基本理念があるからなんですよ。独立行政にしたら儲けなあかんから職員を非正規にしたりするじゃないですか。そういうことね、こんなコロナで大事な、ね、時にそんな予算削ってあきません、そこね。あと見えてこないのが、はい、大阪府のホームページ見てても、はい、中小企業対策がどこまで具体的にやられてるのか、はい、今はだから廃業するところが多いですよ、はい、で私がね、経験があるのが2008年リーマンショックが起きましたでしょ、はいはい、であの時に本当資金繰りに困る人たちが山ほど出てくる、はい、ということで国もかなり優遇措置を取った、金融支援、はい、それをやる言うたんですが、その時にまだ大阪市には信用保証協会があり、大阪市、はい、大阪府にも信用保証協会があった、はいはい、で私は私なりにそのうちの職員と相談しながら、はい、おい、国はこない言うてるけど、うん、これを上回る基準の支援を大阪市の信用保証協会に出せや言うて、いや、だって大阪は中小企業の町ですし、はいはい、これをやって連日連夜多くの人たちが詰めかけておられたことを思い出し、その現場を見にも行ったんですよ。あ、そうなんですか。それが今一つになってるんですよ。あ、これも二重行政で一つにされた、二重行政、はい、だから新型コロナでどういった支援があるのやろうと思って大阪市のホームページから見ていくんですよね、はい、クリックすると大阪府に飛んでしまう。これリーマンショックよりもコロナの方が不況ですよ。で大阪市の市民が行こう思ったら府に行かなか、府のホームページに飛んでしまうという、なんか、はい、なんかどないなってんという感じがしますわね、うん、まあ、ことほどさように、はい、あなたの生活というのは、うん、一人一人の命暮らしをどんだけ守るねんというのに行政がどこまで汗かいてるのかと、はい、いう部分が見えるか見えないか、はい、それをきれいに絵を描いてあるだけのものに引っ張られると、うん、それは毒が入ってますと。なるほど、まあ、簡単に言えばその不要不急のカジノとか住民投票とか万博とかやりながら一番大事なその信用保証協会とか公衆衛生研究所とか住吉病院を削ってきたのが維新政治だったということですね。だからそういう意味でも、はい、皆さんに目を覚ましてほしいんですよね。なんとしてちょっとやっぱりね、関心を持っていかないと投票率下がっちゃうとやっぱり組織を持ってはるところが強いですからね。無党派の人に言ってもらいましょう、はい、今普通に生活、今までの普通の生活に戻れている人の割合がどれぐらいあるのか知りません。しかしこの新型コロナで職を失った人、はい、あるいは旅行業界なんていうのも軒並みゼロに近い状況です。飲食業もみんなダメになってきてるし、はい、ライブハウスもダメやし、映画館も潰れそうやし、そういう世の中で
まだやるの？そうですよ、この後に及んでまだね、こんな祭りばっかりしてたら飽きませんよ。自分が住んでるその土地、はい、自分が立ってる地面、はい、この地面が今やズブズブになりかけてる状況を、あなたまだ輪をかけて進むんですかっていうのが一番のポイントやと思うんですよ。そうですね、うん、完全に、変わります、世の中の価値観。そうですね、価値観があります。これはあの福島の原発事故があった後に、はいはい、大きな価値観の変更、ありましたね、変化、あの電気に関する、はい、あの考え方も変わりましたもんね。それと同じくらい の, あの、はい、インパクトのある出来事に私たちは直面しています、はい、でだからこそ今立ち止まって、はい、こんなことなんで今やんねん、うん、それは住民投票であるし、あるいは万博であるし、はい、カジノであるし、はい、なんで今やらなあかんねん。そうですね、余計お金かけて、はい、それやったらもうちょっとマシなことを考えやと。ほんまですね、よく分かりました、はい、あの本当にね、あの橋本さんと平松さんが市長選挙で争った時に返す返すも平松さんが勝ってほしかったなとよく思いました。もう10年前です。いやでも今からでも遅くないから市長になってほしいなと思いました。どうもありがとうございました。そうです。2日にわたってお送りしてまいりました30回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。コロナ禍の中ですね、この混沌とした世の中ですよね、行政の舵取り役リーダーはですね、民意ですよ、特に小さくて弱い人々の声に耳を傾けることができるか、これが問われているんだと思います。私たちもですね、大きな企業やメディア、特定の政治家に多額の税金が流れてですね、中抜きされたりね、そういうことがないようにしっかりと声を上げていきたいと思います。そしてこれからもそんな路上のラジオが権力におもねることなく、どこからも自由に忖度なし、自粛なし、タブーなしで発信し続けていきたいと思います。どうかリスナーの皆様の引き続きの温かいご支援をお願いしたいと思います。寄付の宛先を申し上げます。ゆうちょ銀行で00950-6-238014、あるいは近畿労働金庫吹田支店で口座番号が8788810になります。または路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下の欄にリンクが貼ってありますので、そちらからでも確認できます。どうぞよろしくお願いをいたします。番組へのご意見ご感想などもホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube のお聞きの方、ぜひチャンネル登録をお願いしたいと思います。新しい番組がアップされるとお知らせが届きますから、聞き逃しがありません。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。